ご視聴ありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回は FC3S の補給類の分解をしていきたいと思います。長くなってしまったので前編後編の前編になります。内容としてはエアポンプ、オルタネーター、タービンの取り外しを簡単に解説していきます。車上での交換の際の参考にもなると思いますので、タービンの部分は車上での作業も踏まえて解説していきます。では始めていきます。ファンを外します。ナットを4箇所外し、ファンを外していきます。ナットを緩める際、ファンが回ってしまうので、レンチやバールで固定して回します。エアポンプのベルトを外し、エアポンプを外していきます。裏側にホースがあるので忘れずに外します。オルタネーターのベルトを外し、オルタネーターを外していきます。外れないときはバールでこじりながら外してください。インテークパイプを外します。パイプに2本バキュームホースが刺さっていますので先に外します。ここは長いドライバーがあると便利です。パイプのタービン側に亀裂が入っていることがよくあるので、取り外したらチェックしてみてください。このホースは邪魔なので先に外します。エアポンプの配管を外します。ナット2箇所です。タービンのウォーターラインのナットを外します。遮熱板を外します。3箇所で止まっているので3箇所とも外します。
オイルラインを外します。ISCV を外すので邪魔なホースを外しておきます。このターボパイプは樹脂製で割れやすいので外せるものは外し、緩められるところは緩めておきます。前期はアルミ製でしたので割れることはなかったのですが、後期は樹脂製でよく割れます。先に ISCV を外します。ナットで2箇所止まっています。コネクタとウォーターホースを外し、慎重に ISCV を外します。これでパイプが外せます。固定しているボルトナットを2箇所外し、配管をフリーにします。オイルラインを外します。17ミリのスパナー2本使います。ウォーターホースを外します。タービンのナットを4箇所外します。これでタービンが外れます。外れました。ボルトを外し、壁マニの遮熱板を外します。ナットを4箇所外し、壁マニを外していきます。今回の動画はここまでになります。続きは後編でインマニなどを外していきます。興味のある方は後編もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。